はい、皆さんこんばんは、シスです。というわけで前回はね、ウィル編をかなり進めてしまったので、今回はギュスターヴ編やっていこうかなと思います。ではハンノバ建設、ギュスターヴは自らの新しい都を建設すると。遺跡のとこだよな。おー、めちゃくちゃ綺麗。建設中の新しい都できてる、できてる完成してないか。これもう完成しましたけど、皆さんはじめまして。誰？私、新首都建設プロジェクトチームの一員ですえ、なんか始まったんだけど。名前？いえ、名乗るほどのものではございません。いや、名乗れや。首都の建設も宮殿と中央広場はほぼ完成しました。これから第2期の市街地建設が始まるのです。何言ってんの。今日はそのプランをギュスターヴ陛下に直に説明するためにここに呼ばれました。私ごときが陛下にお会いできるとは夢のようです。割とギュスターヴその辺の洞窟行ったらいるぞ多分普通にスライムと戦ってる気がするわ。今とっても緊張してます。陛下の前で失礼なことをしないかとても心配です。ギュスターヴ陛下は恐ろしい人だと聞いております。それ誰が言ってた？不倫？昨夜は妻と二人で泣きました。もう会えないかもしれない。え？悪ガキの噂が、まだあんの？最近そんな怖くなくない？足音が近づいてきます。はい。どうして走ってくるんでしょう。いよいよ私の最後の時がやってまいりました。皆さんさようなら。これさようなら、さようなら。では早速説明してもらおうか。はい。さっきの宮殿、不細工ですが私の人形を使って説明させていただきます。はい。お、中央部分がすでに建設の終わった宮殿と中央広場、そこを中心に繁栄順に市街を配置します。これミニゲームかなんかあんの。うん、と私のシムシティの実力がめっちゃ渋滞とか起きそうなんだけど大丈夫かな。3つに分かれます。うん、これ多分ギュスターヴ聞いてないこれ多分ね、ギュスターヴ聞いてないと思うわ。こういうのはね、ムートンに話した方がいいぞ多分。それぞれに機能別の町を配置して効率を高めようと考えております。うん、それでここにはどういう町を置くんだ。はい、ここには選べるのが鍛冶屋商店街歓楽街っていうのをさ、これ一個ずつ選べるのか、鍛冶屋商店街歓楽街の後に、いや実はなんだろう、全く別の選択肢があって、ここで鍛冶屋を選ばないと一生鍛冶屋選べないとかあんのかな。さすがにさ、中央に歓楽街っていうの違くない？真ん中を商店街にしつつ、左右に歓楽街と鍛冶屋を配置する布陣、どうだろうか。まずここに鍛冶屋設置するじゃないですか。うん、それはいいな。で、ここに、あ、そうだよね。バランスよくいこう。商店街を中心に作り、その商店街から、鍛冶屋側と、こっちギュスターヴ行きつけの歓楽街を作るわけですよ。ちょっと待って、はい。何ですか？何のためにかな？え？必要でしょう、ギュスターヴのために。歓楽街もないようでは人と呼びませんそうか、これ何のためにはギュスターヴが言ってんのか。いや、ギュスターヴさ、歓楽街、あー、ギュスターヴにはな、レスリーいるもんな。え、というかさ、ギュスターヴにはソフィーさんのアニマ、ソフィー母ちゃんのアニマが常にそばにいるんだっけ。やだな、やだな、歓楽街で遊んでんのさ、ソフィーさんに見られてるってこと？やだな、母ちゃんに見られてんの。としたら、そうかもしれんな。完璧な布陣じゃない？よくわかった。そのプランで進めてくれ。頑張っていい街を作ろう。はい。無事。はあ、ほっとしました。脱力して立ち上がれません。帰れって。
これなんか意味があんのかな。帰って妻に自慢しよう。え、短い、終わったんだけど。そしたらさ、うわー、ファイアブランドの悲劇、ビニー王家の力の象徴ファイアブランドだが、それは悲劇も呼ぶ。ギュスターブ編、これめちゃくちゃ話進みそうな気がするわ。いや、ファイアブランドは多分ね、これでアニマ教で、これがウィルがハンの廃墟向かうんよ。時系列的にハンの場ができた陥落があるよ。ウィルに行く先に鉱山をやる。暗殺者ヨハンがサブストーリーっぽかったとしたら消えてしまう可能性があるか。ファイアブランドの悲劇は多分メインストーリーだから消えないんじゃないかなと思うよ。で、ウィル編かなり進めてしまったことを考えるとヨハンか。ちょっとヨハンやっていこう。暗殺集団クレナイ、赤いサソリを脱走した男の物語。多分これがギュスターブ編。そして、あ、けど、RS の知識によると、自らを毒にする。けど、鋼鉄兵？あ、私動けんのか。え？何あの消えてるやつ、よくわかんねえ。いや、まずい。1260年はまずい。さっき1247年じゃなかった？いや、これまずいな。めっちゃ時間進んじゃった。結構シナリオ消えちゃうかもしれん。あー、サソリの毒、水のツール。え、これもしかしてさ、持ち逃げされます？されな、かっこよ。え、なんかちょっとイケメンだな。軍神。なんかさ、これさ、コメントであったんだけど、このロール意味ありませんよってめちゃくちゃ言われるのよ。一体どれだけ意味ないロールがあんのこれ。これどれが意味あるロールなんよ。なんだっけ、支援と司令塔だっけ、なんかこれも意味ないって言われたし、なんだっけな、なんかいろいろ意味ないって言われたんだよな。え、烈風剣 74? 強すぎん。範囲の威力74ってやばいな。みじん切り49。いやー、BP 効率はいい、技ポイント効率はいいけど、普通に考えて、烈風剣打った方が強いまであるな。てか、ヨハン、全部適性あんのか。で、今、水と木がついてるから、回復とかも入れられるし、烈風剣持ってるけど、一応 JP も使えるようにするんだったら、まあ、範囲の、ブッシュファイヤーとか、水だったら、あ、ブッシュファイヤー火つけてないと動かんか。まあ、一旦、これでいいかな。多分、ここのマーク、顔のマークがついてないよ。だから、持ち逃げはされない。兄さんとは違う。騙されたからな、兄さんの時。なんか変なさ、ウィルの顔みたいなのが、自己最速の横だっけ？軍神の横だっけ？についてて、何これって言ってたら、これ持ち逃げされるマークだったっていうね。あ？なんか透明の敵と。烈風剣で一撃かな？岩が消えていく。いや。JP で撃つのか。そういうこと。そしたらみじん切りの単体と烈風剣の JP 範囲、悪くない。26からワンパンじゃない？強っ強っ。何この最強サソリの毒。最強キャラゲットしたんだけど。え、ちなみにこっち戻れない。下に、右は、あ、右に、左が逆に、そうしたら気な、アサシン、暗殺者、殺しを頼むやつ、殺すやつ、殺されるやつ。
その3人で成り立つ仕事、そして俺は殺すやつ。273号台の上。何？え、グビーグビグビー、アサシンギルドの王になる。え、ダーク、ここまでの訓練によく生き延びた。これから名付けの儀式を始める。あ、今は273号っていう、まあ、番号で呼ばれてるんだけど、ここでヨハンか。サソリの夜勤。サソリの毒は我が組織、そしてお前の力。ああ、これがキルアの脳に埋め込まれた針みたいな。まあ、裏切れないだからちょっと違うか。クラピカの、え、あれ、なんだっけ、制約と制約、心臓に巻きついたチェーンか。うわー、これなんかさ、最終的にギュスターブを守るために組織を裏切って、その毒でなんか死にそうな未来が見えてしまうんだよな。アイアンメイデンあるし、怖っ。何この部屋。サソリよ、この者に名と力を。お前にヨハネの名を与える。すげえな、かっこいいポーズ。え、なんか女の子いたわ。なんかかっこいいポーズすんだよな。え、なんかすごいの出たかもしれん。なんだったの今、なんか奥義出なかった今。え、もう一回やってみよう。貯める、構える、切る。構えるからか、構える、切る。おお、え、高速奥義。あんま強くないかもしれんけど、でもすごい。来たかもしれん、絶唱。やーべ、木が重要かもしれんな、これは。そして長老みたいなもんか。訓練も最終段階。うわー、殺し合いか。周囲のアニマと同化しろ、どういうこと。うろ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 。え、私動けんよな。あ、そういうことか。アニマと同化することにより隠密行動ってことか。お、俺はダメ。よく、いやだ。あー、で動いてしまうと存在検知されて殺されてしまうと。絶か、これが。二人生き残った。え、でもこれあれだね、サソリって言われてるから名前がつく前。階層？え、なんかさ、この人が消えてくのは何なんだろう。獲物以外をやるとはサソリも質が落ちた。やっぱヨハンが殺してるってこと。そしてここはあれか、ウィルできた、タイクーンウィルの寒いところ。え、寄っての怖い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 。え、怖い。な、何なの、亡霊。ちなみに入れたりは。あー、しないんだ。宿、ここは入れない。そして飛び降りていく。これ今までの街を
サソリの暗殺術はアニマに溶け込むことが全て。気づかれていない。通った先に倒れていく。ヨハンがやってるのか。目立つ姿であればあるほど良い。人は自分が見えないものを。これさ、これサソリの毒効いてない？ちょ、私毒なったんですけど。回復した方がいい？ 127 はまだ耐えるか。烈風。反対も基本烈風連打が最強かもしれんな。これは一応回想シーンっていうラバーソー。ちなみにアイテムっていうのは枠共通ではないか。共通っぽいな。そしたら私もうアイテム持ちきれない疑惑が。いやー、これ捨てないと溢れんのかな。そして早速満杯になってしまった。手放、一応レアアイテムゲットするかもしれんから、1枠開けとくか。これだったら分解だっけ、売るとかしておけばよかったな。これも一応戦える。はい、完璧。奥義セピア。サソリの術を極めれば人気の多いところほど暗殺が容易なことが分かってくる。派手なほどよく、人混みが多いほど良い。うわー、え、そして?273号、終わりですよ。俺の名はヨハネだ。274号、私はユーダと名付けられました。名付けの親のサソリを捨てる兄弟を罰します。裏切ってたってこと？え、でも裏切った瞬間にサソリの毒がっていう話じゃなかったっけ？そこで何をしている？バカな、なぜ気づかれた？完全にアニマを消しているのに。誰だこれは。大丈夫ですか？え、これギュスターブ？移動池形。俺に構うな。ここから早く去れ。バン、気をつけろ。何かいる。こいつの言う通り、ここを立ち去った方が良さそうだ。これギュスターブか。うわー、そうだよね。結構年代進んじゃったから、もうおっさんギュスターブなってるってことか。僕は何も感じませんよ、ギュスターブ様。お前はアニマに頼りすぎた。アニマと同化しているがゆえに、アニマを感じる部類の人間にとっては全く検知できない。ただしギュスターブはアニマに頼らない。むしろアニマが全く見えないからこそわかる。行こう。傷の手当てはハンノバに戻ってからだ。そう、ハンノバ今だいぶすごくなってない？私の歓楽街が十何年経ってますよ。バンアーブルだ。ロマサが RS で出てきてた。俺はヨハ、ヨハネ、与えられたヨハネの名を捨て、ここでヨハンになるのか。ヨハン、一緒に来い。ギュスターブに助けられたという形かな。その人の命令に体が動いた。この男は何者なのか、なぜサソリの術を見破ったのか、興味が湧いた。だが何よりこの人の声に従うのが心地よかった。
ヨハネ、サソリの毒がお前を殺す。毒っていうのは味方のことなのか、味方っていうかこの暗殺集団のことなのかな。なんか毒が勝手に回って死ぬのかと思ったけど、そういうわけではない。うわーで終わるのか。でもめっちゃヨハン好きかもしれん。いや、で問題はアニマ教消えてない、鉱山消えてない、ワイスラントが出たか。うわ、ここで物って売れたっけ。あ、いい、ちょっと処分したいな。で、ファイアブランドの悲劇消えてない、あぶな、街行って処分しよう。フォーゲラングがいいかな。で、一旦、フォーゲラングに行って、でけえ何歳だよ、おっさん。うわー、そうか。今、ヨハンとバン・アーブルとギュスターブ。これ、帰り道ダンジョンなんだよね。戦えるようにしとかなきゃいけないけど、ヨハンクソ強でしょ?バン・アーブルっていうのが、待て、これ、追いはぎダイナミックしといた方がいいやつか?いや、後からみんな追いはげるタイプだな。ウィルの顔がついてない。バン・アーブル術師っぽいけど、マインドスケープしか覚えてない。非適性あるんだったら、ファイアストーム、覚えておき。火はついてるから、ここに火のアニマを一人入れておけば OK か。一個入れておけば OK か。で、これか。いらないツールを引き取ってもらうか。あとなんか他にもできたっけな。チップをクラウンと交換?分解して、さっきの買ってもらってチップにしてクラウンっていうのをしなきゃいけないのか。修理と製作。おー、なんか作れるようになってるわ。とりあえずだいぶ引き取ってもらうか。安いから正直意味ないけど、だから属性としてつけたくなる場合があるから、弱かったとしても1本くらい残しておくっていうのは全然ありなんだよな。石尾のフリントアクス、だから、とか言ってると結局、整理できないんだけど、2つ持ってるやつを整理していく感じかな。で、バックラーとかも、縦はバックラーより、一旦整理した方、整理されてるか。これバックラー、追いはぎしてないからか。縦バックラーより確か強いのゲットしてた気がするんだよな。もう一個くらい売っちゃう?で、ブルーウォーターも4つあるのは意味ないだろう。ただ、アクセは結構使う可能性があるとしたら2個くらい残しておいても良いか。ブルーチップは、水めちゃくちゃ多いな。11のブルーチップと11のブルーウォーター。ブルーチップの方が耐久低いのか。ブルーチップ、一旦売っておき、結界石は回復アイテムっぽいから持っとく。鎧、今更服。このあたり弱いか?術師の服、革鎧、革鎧、パッデドメイルはいる。毛皮も一個くらい売ってしまい、帽子一個くらい残しとく。靴、ラバソか。ラバソ、雷耐性とか実は裏でついたりする可能性あるか。ラバソ持ってるんだったら、62だもんね。今さら着靴とかいらんし、毛皮のブーツもいらん。
ローブの13が強いな。63の毛皮とか今さら多分いらん。パッティメールも82でちょっと弱めだけど一応持っとくか。ストーンナイフ、ちょっと待って、これ一旦整理してからの方がいいな。オート整理してから、青い鉱石、帳票、やばい、水めっちゃあるな。水めっちゃあるってことは、このブルーウォーターもいらん。で、アソリの毒針、もう水か。水のツール溢れてんな。結界石って全員なんだ。めっちゃ強。いやー、持ち物枠、まあ、だいぶ空いたか。で、せっかくだからさ、パンフルート、お、木と音っていう二属性ついてるんよ。これさ、チップ100、クラウン50、500作ってみよう。そしてなんか強めのやつ売ってるかもしれん。スケールバイザー、いや、スケールバイザーを買って帽子売る。スケールバイザー今更装備することある か, だか、この帽子とか装備してるくらいだったら、スケールバイザー買うし、27の石のツール、これ強くね。いやー、石杖誰か持つかな。27は普通にクベル級。石の杖持ってる人いない。術で石適正の人が来る可能性。今んとこさ、このゲームお金使わないんだよ。で、クラウンなくなったとしても、今チップ結構あるし。いや、だって27よ。クベルですら24とかじゃなかった。おっす、買っちゃった。やべえ、散財した。え、お金240しか残ってない。まずい、歓楽街で遊ぶお金がなくなってしまう。で、帽子売っとくか。よし、これでいこう。え、このまま帰る、割る。え、帰れるんかーい。これってさ、よくわかんないことがあるんだけど、これ知ってたら教えてほしい。まあまあまあ、やればわかるか。これさ、さっきファイアブランドの悲劇やった場合と、今のウィル、え、ヨハンをやって、年齢が上がったギュスでファイアブランドの悲劇やったらさ、ストーリー変わるのかな？それとも時系列的にファイアブランドの奇跡がもし前だった場合、さっきおっさんだったのに、若いギュスに戻ることがある。いや、消えてない時点で、ストーリー的にファイアブランドの方が後だったっていうことなのかな。うわー、めっちゃ気になるけど、でもギュスターブ編めちゃくちゃ進んじゃったから、ちょっとこの後はしばらくウィル編、ウィルがおっさんになるまでウィル編を進めなきゃまずいよな。次回あたりから連続でウィル編頑張っていこうかなと思います。では、今回はここまでにしましょう。皆さんご視聴いただき、ありがとうございました。